赤沢生詰赤坂の魚。胸びれと背びれに鋭く毒のあるトゲ状があり、そのトゲ状に刺されると痛いことから付けられた赤スが点火してこの名になったとされている。他には赤猫、赤マズの名がある。日本固有種で秋田県、宮城県以南の本州、四国、九州に分布する。九州における分布南原は大分県大分川水系及び、 宮崎県と鹿児島県境を流れる川内川と推定されている。ナマズの仲間としては小型で、体長は最大10センチメートル前後。土壌のように円筒形の細長い体型をしており、英名でもローチキャットフィッシュと呼ばれる。体色はやや赤色がかるが、地域変異が大きい。生息域の重複や頭部の形状などの特徴からギギやギバチに若干、 にるが、以上のような特徴から識別は容易である。また、他種と比べて頭部が小さく側線が胸びれの後ろ近辺までしかないという違いがある。口ひげは上あごに2体、下あごに2体の計8本である。胸びれに1本ずつ、背びれに1本の指条状を持つ。指条状には、毒線があり、刺されると痛む。背びれの後部には、油びれがあるがその規定は長く。 高端でおひれと連結する。おひれの公園は丸く、線形になる。水温の低い河川の上流域下部、中流域、渓流部の成長並みがそこに生息する。高温に弱く、水温が25度以上になると死亡個体が出始める。夜行性。日中は、水底の浮石の下、岩の隙間などに隠れており、夜間や水の濁った時に活動する。携帯と同様。 動作も土壌に似ており、水底の石の間を伝えぬように動き回る。肉食性で、主に水性昆虫を捕食する。卵は、ゼリー状の物質に守られ、一塊に産み付けられる。絶滅危惧痛類河川回収や、砂礫の採取による環境改変、農薬の河川流出に伴う水性昆虫類の減少等により、生息地が縮小し、個体数が減少している。 東京都秋川水系においては、国内外来種となり、同一環境に分布するカジカと餌の競合を生じていると指摘されている。ありがとうございます。